さやか、大事な話がある。実家帰省中にごめんね。でもちょっとだけ話今いいかな。どうしたの？話なら帰ったら聞くよ。実家に帰らせてくれてありがとう。お父さんの体調も落ち着いたし、私今日はお家に帰るよ。そうなの？お父さん大丈夫？脳梗塞だったんだよね。うん、命に別状はないみたい。でも麻痺が残ったから介護は必要だって。とりあえず退院の目処はついたし、私はもう帰るよ。しばらくはお母さんがお父さんの面倒を見るから。お母さん一人で大丈夫なのか？不安じゃない？やっぱり心配だよね。それで実は私もコスケに大事な話があったんだよね。大事な話？先に私から話していい？私ね、やっぱりお父さんたちと一緒に暮らしたいの。それって同居して介護とか面倒を見るってこと？うん、今すぐって話ではないんだけどね。でもやっぱりいずれ同居かなっては思ってる。お互いの両親と同居しても大丈夫なように、うちはバリアフリーだしさ。じゃあ本当に俺はさやかのお父さんたち暮らさないといけないの？コウスケには前に一度相談してたよね。その時はまだ麻痺も軽くてよかったんだけど、今回の脳梗塞で麻痺が大きくなっちゃってさ、さすがに今度は同居しないと。マジか。帰ったら二人で話し合おう。最終の新幹線で帰るからね。いや、いいよ。そのままさやかは実家にいなよ。え？明日の新幹線で帰った方がいい？そうじゃなくて、もうお家には帰ってこなくていいってこと。え？コウスケ？さやかはそのまま実家にいなよ。俺たち離婚しよう。だからお家に帰ってこなくていいから。え、離婚？ちょっと待って、どういうこと？だから離婚だよ、離婚。俺と別れよう。待って、急展開すぎだよ。もうさやかとは暮らしていけない。俺と別れてくれ、頼む。なんで急に離婚なんて言うの？やっぱりお父さんたちとの同居は嫌だから？うん、俺には荷が重すぎるよ。なるべく介護は私とお母さんでやるよ。コウスケに迷惑かけないように頑張るから。だからそんなに重く考えないで。そう言って俺にも介護をいずれ手伝わせるんだろう。一緒に暮らしてるのに俺だけ介護しないとかさ、俺がすっごい性格悪い人みたいじゃん。そんなこと思わないよ。俺もいろいろ考えたんだ。でもやっぱり義両親と同居とかはちょっと。それに介護付きだよ、俺には無理無理。そんなこと言わないで、離婚なんて嫌だよ。ごめん、別れてくれ。俺はもう無理なんだ。そんな、ちゃんと私前から相談していたじゃない。いきなりじゃないでしょ。なのに離婚だなんて。同居が嫌だなんて格好悪くて言えなかったんだ。内心同居は嫌だってずっと思ってた。そうだったの？ずっと応援してくれてると思ってたのに、ひどいよ。ごめん。それじゃあこのお家のバリアフリーは、いずれ同居するかもって言ってた時賛成したじゃない。だからうちの両親に半額出してもらったのに。それなのに同居が嫌だって言うの？だってその時は同居なんて何十年も先のことだと思ってたし、お金半額出してくれるのラッキーって思ったんだ。本当に同居するなんて思わなかったんだよ。最低。うちの両親を何だと思ってるの？家を建ててもらっておいて。もちろんさやかの両親だし大切な存在だよ。でも俺にはやっぱり他人だしさ、同居も介護も無理だよ。もう一つ大事な話があるんだ。もう一つ？何それ？実は俺もう次の恋人がいるんだ。だから別れてほしい。俺その子と人生やり直したい。何それ、浮気していたってこと？浮気っていうか次の人生計画？いつから？浮気はいつからしてたのよ。半年ぐらい前から。お父さんが1回目の入院した時かな。妻の父親が大変な時に浮気してたの？最低ね。仕方ないだろ。さやかはしょっちゅう実家に帰るしさ、俺も寂しかったんだ。何言ってるの、バカじゃないの？浮気なんて最低、信じらんない。とにかく介護も無理、同居も無理。俺は次の恋人と結婚したいんだ。だから離婚してほしい。
なるほどね。介護持ちの親がいる私が重くて疲れたのね。だから浮気してさっさと次の女作ったんだ。うちの両親に家まで建ててもらったくせに。それは本当にごめん。でももう無理なんだ。離婚してくれ。もういいわよ。こっちこそ離婚してやるわ。あなたがそんなに薄情な人だと思わなかった。本当か？俺と離婚してくれるの？さやか、ありがとう。引くしなし、裏切り者。さっさと私の前からいなくなって。うるさい。お前も俺と同じ立場になってみろ。絶対に離婚言い出すはずだ。そんなことないわ。私はあなたのご両親が介護必要になっても助けるつもりだった。同居だって反対しないわよ。それは口だけだよ。とにかく離婚な。お互い同意したってことで円満離婚ってことで慰謝料なしでいいかな。財産分与もなしで。はぁ、切れた。好きにすれば。慰謝料もいらない、財産分与もなしでいいわ。ほんと？やったー。じゃあこの家はどうする？俺がもらっていい？それ以外の財産、車とかあげるからさ。あげるわよ、そんな家。一人で住めば？いや、浮気相手と住むのね。やったー。それじゃあ約束通り車だけもらってくね。荷物取りに行った時にそのまま乗ってくから。オッケー。じゃあ離婚届書いてリビングに置いておくわ。荷物取りに来た時一緒に持って行って。わかった。じゃああとは記入して私が出しておくね。よろしく。こんなに離婚が早く決まると思わなかったよ。本当にありがとうね。はいはい。それじゃあもう話すことはないから、もう二度と連絡してこないで。顔も声も聞きたくない。わかった。ほんと自分勝手でごめんな。その分俺幸せになるから、俺を最初の妻として俺の幸せを願っててくれ。さやか、久しぶり。もう二度と連絡してこないでって言ったよね。さよなら。そんな冷たいこと言うなよ。俺人から聞いたんだ。さやかのお父さん亡くなったんだろ。さやかを心配して LINE したんだぞ。そうなの？わざわざありがとう。でも大丈夫だから。強がるなって。お父さん急変して亡くなったんだろ。俺の胸で泣いていいかな。いや気持ち悪いんですけど大丈夫だから。さよなら。待て待て、わざわざ LINE したんだぞ。俺に何か伝えることないのか？何のこと？何一つ話すことなんてないけど。嘘つくんじゃない。独り占めなんて許さないぞ。何？何のこと？本当に意味がわからないんだけど。しょうがないな。遺産だよ遺産。お父さんの遺産あるだろ。あるけどそれが何？遺産手続きで忙しいの。コウスケと無駄な LINE してる暇なんてないのよ。だから俺も手伝うよ。俺の分の遺産取りに行くついでにさ。は？コウスケの分？そんなのあるわけないでしょ。俺聞いたんだからな。さやかのお父さん実は資産家なんだって。俺の分も当然あるよな。何言ってんの？結婚して他人のあなたにお父さんの遺産があるはずないでしょ。なんで？結婚してた時俺も介護手伝ったじゃん。介護？実家に帰る私を駅まで送ったぐらいでしょ。それも介護の一部。介護した人に遺産くれるとかよく聞くじゃん。俺にも遺産よこせよ。残念ね、そんな遺言なんてないわよ。嘘だ、資産家なんだろ。じゃあさやかがもらった分俺にも少しくれよ。100万とかでいいからさ。何言ってんの？それよりもいっそより戻す。俺はそれでもいいよ。むしろそっちの方がいいかな。また一緒にお家で暮らそうよ。暮らさないしよりも戻さないわよ。醜いわよコウスケ。恋人は実は社内同僚の既婚者だっけ。それが相手の旦那バレ、会社バレでクビだっけ。私も実は人から聞いてるのよ。え、知ってた？会社も恋人も失ったからって元嫁にすがるのはダサいわよ。あなたとよりを戻すなんてありえないから。知ってるなら話早いわ。頼む、金に困ってるんだ。慰謝料とか当面の生活費とか遺産ついで金持ちになったんだろ。少しくらい俺にくれよ。会社クビも不倫バレも私に関係ないし、離婚して他人なので私に関わらないでください。お金に困ってるなら家でも売ったら。話はそれだけみたいなので失礼します。あ、待ってくれ。俺のこと見捨てないでくれ。さようなら。もう二度と会うことはありませんから。コウスケのことは即ブロックしたので、今
今現在どこで何をしているのかは知りません。何気なく不動産情報を見ると、コウスケにあげたはずのお家が売られていました。これはお金に困って手放したってことですかね。コウスケの最初の妻として、コウスケの生存くらいは願ってますよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。